ちゃこんにちは。さあ、ゆだよさん、はい、今日は2022年まだ終わってもいないのに勝手にタイトル予想終わってないから予想予想そうなんです。これ終わったからじゃね、誰も分かることなんですよ。これ答え合わせするから、ね、そうです、それもしますので、ね、ということで前回は、セパの、はい、投手部門のタイトル予想しましたが、今日はセパの野手、はい、ダダホです。はい、じゃあ打の方のセリーグから予想していきましょうか。もう早速セリーグね。セリーグです、はい、まずは、はい、打率からです。打率、はい、近本選手、牧、この2選手、うん、ちなみに近本選手は去年313です。3割1分3厘、うん、はい、で、牧選手はその1つ上です。314、この2人、あのね、近本が取る実力は絶対持ってると思うんだよ、はい、ただし春先は悪いんだよこの子。はい、春先さえ切り抜けたら俺タイトル取ると思う。お、そこを、うん、首位打者を、はい、うん、だから頑張ってなんかいやいや、ただ牧も、そうそこです。牧もやっぱこう去年もあいい新人が出てきたなみたいな、うん、後半にはあすごいなっていうことを思ったでしょ。そうですね、今年4番でスタートするって、はい、でオープン戦見てると、うん、安定してんな。いいですよね。あ、だから、うん、まあ左だったら近本、右だったら牧、うん、近本で近本、うん、これはなぜかというと、はい、やっぱ足がある。ああ、はい、で内野安打も取れるということで、なるほど、うん、はい、まあ、近本の方がいいかなっていうねこと、うん、でいいですね。そうだね、はい、わかりました、はい、近本。じゃあ、打率は近本選手が取るのではないか、はい、はい、続いて、打点ですね。打点、はい、打点いきましょう。村上、お、これ打点は去年確か岡本選手と1個差で2位になってますよね、うん、ああ、はい、今年はね、オープン戦の打ち方見てると、はい、やっぱ打点の時は打点を取りに行ってる。お、うん、使い分けてる。だから昨年はもうフルスイングしてホームランの打ち損ないがヒットだとか、はい、まあ、そういう考え方だと思うんだけども、はい、今年はやっぱ塁に置いた時に打ち方をやっぱ変えるというか、はい、考えてちゃんと、うん、だこっちはもう流してでもいいから打点を取っとこうとか、はい、そういうことに徹してるよね。あ、うん、これはやっぱ岡本とか、うん、こう絡んでくるよ、はい、絡んでくるけども今年は村上が取るかな、打点を、この打点をね。ということは、まあ、もちろん村上選手の前に塁に埋まってないと、あ、もちろん、っていうのもありますしね。やっぱり塩見とか、うん、まあ、青木、はい、鉄人、はい、まあ、鉄人がパカパカホームラン打ったら打点なんて取れないんだけどさそうですね。あ、でもパカパカ打つようだと、うん、やっぱこう、はい、勝負を避けられるし、はい、で、あの鉄人も選球眼いいからね、はい、で無理して打ちに行かないから、うん、そしたら村上の前にランナーがたまるという構図、はい、だから、まあ、村上が有利かなっていう。これ岡本選手がここの名前に入ってこなかったのは、まあ、争うと思うんですけど、うん、っていうのはそれは村上選手がやっぱりジャイアンツは一番が決まってないっていうことと、うん、やっぱ出塁という部分では、うん、岡本の前にたまるかなっていう、うん、岡本が塁上にいることはたくさんあるだろうけども、うん、岡本の前にやっぱりいかに、まあ、例えば丸とか坂本とか絶好調であれば、うん、はい、それはもちろん打点を来るよね、うん、だけどそこら辺がどうなのかなって今年ね、シーズン通してちょっと不安な部分があるから、うん、はい、じゃあ打点は村上選手、はい、はい、続いてホームランです、岡本、中田、オースティン、まあ、もちろん村上は入ってくるよ、はいはいはい、でも村上は今年ね、あんまりね、こう角度が上がらないんだ。それはあえてたんですか。いや、あえてというか、まあ、使い分けてるのかもわからないけど、まだ絶好調ではないよね、はい、まあ、絶好調ではないから上がらない。でも上がったらホームランをあんのか、うん、ね、でも打点の時にやっぱり確実に打点を取りに行こうとする今年の姿勢を見てると、ホームランは多少他の人とは置いていかれるんじゃないかなっていう、うん、ような感じがするんだよね。去年ね、タイトルも取ってますけれども、岡本はホームランアーティスト、はい、半端ない今年も。今年もやってくれますか。あの佐々木朗希からの満塁ホームランはすごいな、160球は打ち損じないんだから素晴らしいですね。いやー、すごいわ、すごいバッターだったよ。どんな球でもだからホームランでも対応が効くよね、はい、どの球場でも大丈夫だよね、うんうん、あと絡んでくるのは中田翔、
あの今年やっぱ復調の兆しっていうのは、はい、あやっぱ彼もいいね、うん、そうですよね、彼もいい、はい、でオースティン、オースティン、はい、オースティンがやっぱこう1シーズン働いた時には相当なホームランの数を叩き出してくる、はい、そうなってくると打点王にも絡んできそうなんだけどね、うん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 、だけどなんていうの、まあオースティンが打たないとさ DeNA の優勝ないから、まあ、確かにそうですよね、うん、だから DeNA 優勝にしてるからね、はい、まあ、オースティンがやっぱりどっかの部門で絡んでくるという、うんうん、でもタイトル取るのは岡本、うん、まあそうですね、まあ、そう分かりました、はい、そこは岡本選手です、はい、はい、そして盗塁です、盗塁、塩見、うん、お、塩見選手、塩見は、はい、もう普通にやってれば40個走れるよ、はい、確実に、うん、だから、まあ、昨年はね、うん、多少自重気味なところはあったけども、はい、必ず走らなきゃいけない場面っていうのはたくさん出てくるよ、今年のヤクルトっていう、去年21個だったんですよね、あ、まあ、はい、だけど倍走れる力完全に持ってるしね、はい、だから彼が走り出したとしたら、うん、まあ盗塁は取るかなっていう、はい、うん、それと、まあ、絡んできそうなのが岡林、あ、中日のこれが頑張って1シーズン1、2番どちらかを打ち続ければ、はい、やっぱあの広い球場だからやっぱ盗塁っていうのは必要なんだよね、うん、攻撃の中で、だから立浪監督もおそらく岡林の時には行けっていうサインを出すと思う、うん、そうしたら、まあ、チャンスも出てくる、塩見選手は40近く行く、岡林選手もそのぐらいってことですね、まあ、2人本当は50個ぐらい行けるよ、あの昨シーズン中野選手が30だったと思うんですけど、ちょっと少ないね、はい、で、あの近本選手だったんです、あとその次はその2人っていうのが入ってきてないっていうのはこれは、いや、近本も可能性はあるよ、中野選手は、いや、だって打率、そうですね、首位打者争いっていうことになってるから、はい、だからそれだけ塁に出るっていうことだし、はい、チャンスはあると思うけども、うん、でもまあ甲子園とか、はい、土のグラウンドを考えたときに、うん、まあ、人工芝の塩見、岡林が走り出したとしたら、はい、やっぱ優位性はやっぱ人工芝の方があるよね、うん、だから塩見と岡林、はい、で塩見、あ、じゃあ本命は盗塁は塩見投手、はい、さあ最多安打です、最多安打は首位打者を争うであろう、はい、俺の予想でもね、うん、近本と牧、あ、またこの2人で、この2人、うん、もうこの2人喧嘩しだすよ、最後のこの野郎みたいな塁上でね、まあまあまあ、まあ、楽しみだねおー、この2人が取る、うん、で、で、はい、で本命はどっちなんですか、近本、あ、近本選手、あ、だからまあこれは打率の時も言ったように、はい、やっぱ内野安打が取れると、ああ、そうか、だから1本でも多くなるんですね、あ、分かりました、マギ残念もう去年からずっと残念って言ってた新人王の時ですよ、だけど優勝という栄冠を得られるから、なるほど、 DeNA 俺の予想ではね、 その時の4番だから、それはそれに他に変えられないよお前、あくまで予想ですか、だから牧が言うよ今度はね、うん、いやいやタイトルなんか小さいですよ、僕ら優勝ですから、あ、それはコメントもね頭に入るそれで最後のね答え合わせが非常に楽しみになってますけど、ね、はい、でもこれで見ると今度逆にピッチャー陣であのタイトルとか結構取るだろうと思われた広島だったりとかがやっぱ入ってこないのが、何になると中日とかな、そうなんです、まあ、中日、そうですね、中日もなんですけども、だからアンバランスなんだね、チームがかもわかんないよな、チームこれはまあ両方ともって言ったらさ、もう優勝しちゃうじゃない、そうですよね、そうだ、はい、いいとこ気がついたなんかそう思ったんですよね、はい、続いてパリーグ、はい、いきましょう、パリーグはまずは打率、まあ、これは外せないよ、吉田、はい、まあ、そうですね、吉田正尚選手、これは素晴らしく安定してる、まあ、去年もそうでしたしね、うん、それと森、あ、こちらも去年もそうでした、うん、はい、だからこの2人の一騎打ちかなっていうような、お、そうなってくる、ああ、そんな感じがする、うん、まあ入ってくるとしたらコンちゃんが日本ハムの、はい、入ってきそうなんだけどね、きそうなんだけどオープン戦の感じを見てると入ってこれないかなっていうような、ちょっと起用のされ方だったりとか、まあまあとかね、金穴ですからね、だからまあ吉田森、うん、ただやっぱポジションがやっぱ外野とか、はい、キャッチャーっていうことを考えると、うん、まあ、吉田、まあ、安定してるかなと思うよね、じゃあここは抜けてるもんね、首位打者の取り方が、うん、だからここが穴埋めるって言ったら相当大変だから、
そうですね、これちょっと抜けてるので、抜けてるんだ。今年もじゃあマッチョマン吉田選手が、まあそうだね、はい、取るということで分かりました、はい、さあ次打点です。打点、はい、これはギータとマーティン、うん、あれ去年って覚えてます、誰、どなたが、去年レアードと、いや、あ、レアード、レアードが2位だったかな、あの楽天の島内選手なんですよ、96で地味だな、なんかまあ言っちゃいけないけどさ、はい、ヒーローインタビューで言ってたよね、はい、僕のユニフォームが売れ残ってるらしいから買ってくださいタイトル取ったんだからみんなご褒美で買ってあげないと。そうですね、我々もそうですね、買わないとって感じですが、そこは島内選手ではなく、なく柳田選手とマーティン選手、まあ、そうだね、マーティンが去年あの離脱したよね、そうですね、とかいろいろあって、はい、でもマーティン2番じゃなくて3番とか4番とか、うんうん、そうなってくると打点王のチャンスあるよね、この選手は、はい、でまあギータはもう安定してるしね、そうですね、でやっぱチームの先制点に絡む、うん、決してギータ多いし、はい、ギータ引っ張らないとソフトバンクどんどん沈んでいくし、ね、そうですね、頑張ってほしいということでね、はい、ということで、どちらですか、柳田、ギータギータなんか聞くまあまあギータでいい、じゃあ柳田選手でここは打点は、はい、さあホームランです、ホームラン、ホームラン、レアード、お、レアード選手、はい、杉本、はい、あ、この2人で、まあ、ラオウはね、と同じような感じですよね、うん、まあ、ラオウはやっぱこう、とんでもない飛距離持ってるし、ね、そうですね、山川入れたかったんだけどさ、はい、ちょっとなんかこう、オープン戦であんまりいい結果が得られず、うん、まあ、昨年こういい終わり方したにもかかわらず繋がってない感じがするんだよね、だから最初もともとしてるうちに差が空いてそれを詰め切れないというね、あーなるほど、うん、ような感じで、はい、まあレアードはやっぱオープン戦の姿見てるとやっぱいいね、はい、安定してるね、はい、で今年はやっぱり本気で優勝するっていうような気持ちもあるだろうし、はい、まあ、そうなってくると彼の集中力っていうのは高まってくるし、はい、いいかもなんだよね、でまあ、杉本選手はね、もう昨シーズン取ってますし、まあまあもちろんね、ただ30本か32、はい、でレアードが32じゃちょっと少ないような感じです、もうちょっとっていう感じですか、ね、レアードが29でしょ、はい、これずっとあれしたらレアードはもうちょっと打つかなっていう、そうかそうかそうか、うん、っていうことで本命はレアード、レアード選手が取ると、うん、分かりました、うん、さあ盗塁です、盗塁はね、西川、うん、楽天に移りました、今シーズンから、はい、か元気、あれ去年並んでましたよね、そうなんだ、並んで取っちゃったよ ね、4人、そうですよね、4人もいらねえっちゃう話でしょしかも同じ数字ってなかなか、24個でしょ、珍しいですよね、24個じゃ少なすぎるよ、まあ、確かに少ないですね、あとまあ沖縄選手なんかも取りましたけれどもね、そうそうそう、はい、今年は西川、お、源田選手でもなく西川選手、まあ、西川はやっぱ走らなきゃいけない、楽天が優勝するためには西川の足が必要として取ってる、はい、で1番というのは固定でいくだろうし、うんうん、で彼の足が欲しくて多分取ってると思うんだよね、はい、楽天の足りないところはやっぱ機動力、うん、それも盗塁という部分 で、はい、で彼の成功率っていうのはさ素晴らしく高いし、はい、だから西川が本気になった時には盗塁は外さないと思う、おじゃあここはもう西川選手で分かりました、源田も頑張らない、まあそうですよね、うん、はい、はい、さあそして最後最短打、最短打は柳田、はい、近藤、お、まあ、近ちゃんの名前を挙げたのはあのね出塁率にものすごくこだわるんだ、あ言ってましたよね、いやだからそれは悪いことではないんだけどもさ、はい、やっぱ勝負をしに行くという姿を新庄監督に見せないと、はい、ビッグボスはそういう耐久をしてるバッターってあんまり好まないからね、まあ、そうですね、初球から振っていったりとか、そう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 、そういうバッターを転むから、はい、だから最多安打を取るぐらいに振っていかなきゃいけないよっていうことのメッセージを込めて、うんうん、最多安打にこう名前を入れたんだけど、はい、だけど柳田いや、まあ、これはね性質の問題なんだよはい、やっぱ見ちゃうんだよどうしても、ボールは触れないタイプだから、そっか、ああだから差がなんだよ、わあなんか分かるような気がするでしょ、いい、うん、分かります、はいはい、いいことなんですけどね、うん、タイトルとなってくると、そうそうそう、そこは柳田選手が最短のやっぱり取るんではないか、まあ、取るんじゃないかなっていうような気がするね、うん、はい、分かりました、はい、ということで今回はパ・リーグの野手打撃の、各タイトルの予想をしていきました、セ・リーグもやったよ、
はい、やりました。セも言った？セもやりました。もうわけわかんなくなってくる。まだね、残ってる部門が、ね、あるんですよね。はい。はい